はい、このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。でですね、今回は抽象表現主義の作家の一人であるジャクソン・ポロックを取り扱いたいと思います。まあ、以前ポロックもやってるんですけど、改めてね、はい、話していきましょうか。はい、じゃあ早速いきますか。プロフィールからですか。はい、プロフィールいっちゃいましょう。名前はポール・ジャクソン・ポロック。1912年1956年、44歳で亡くなっています。国籍はアメリカです。表現形態は絵画です。ムーブメントは抽象表現主義になります。1912年、ワイオミング州パークで生まれます。母親がかつて芸術家を志していたこともあり、幼少期はフロイトやダダの文芸、芸術に囲まれて過ごします。高校時代は主に抽象画を学んでいました。1930年、ニューヨークへ移り、本格的に絵を学び始めます。社会的主題を描く画家や、メキシコの壁画家たちに影響されながら、初期は具象絵画を描いていました。1935年から43年の間、経済不況により、当時アメリカ政府が発足させた芸術家救済計画、連邦美術計画に参加します。職を失った芸術家たちは政府が雇い、ポスター、壁画など多くのパブリックアートがこの計画によって制作されました。この頃からアルコール依存が始まります。また同時期にシケイロスの主催する実験工房に参加。ここで絵の具の飛び散る壁画の制作を見たポロックはドリッピングの技法を思いつきます。1947年、ドリッピングによる作品制作を開始します。1948年、初個展を開きます。1949年、雑誌ライフに特集が組まれます。これで一躍有名になります。オートマティズムを手がかりに、ポーリングなどの技法を駆使した中心のない絵画、オールオーバーを考案していきます。1951年、低迷期になります。いろいろな手法を試したり、オールオーバーな表現に戻ったりと、かなり迷走することになります。そして1956年、飲酒運転による交通事故で死去ということになるんですけど、短い。まあこれもう本当にね、アルコールですよ。酒くずだったんですね、ポロックさんは、うん、もうね、ダメ、絶対で運転しちゃう。そうですね、本当に酒飲んで運転したら死ぬからね。はい、はい、まあそんな教訓もあったりと、はい、するんですから、まあ絵見てもらいましょうか。そう、絵を見ていこう、酒くずのね。はい、はい、うん、まずね、この1947年、いつひろの深みっていう作品になるんですけど、これ代表作の一つで、で、ポロックの絵って評価されたところが、この独自の技法、まあ何点かあるんですけど、独自の技法っていうところにまずありまして、このポーリングっていうの、この塗料を注ぎかけながら線を描く技法なんですけど、これであったりとか、まあ、ドリッピング、こう塗料を撒き散らして滴らせる技法なんですけど、まあそういうものがすごい評価されるんですね。まあちょっと続けて見てもらっちゃいましょうか。1951年、緑、黒、気化色のコンポジション。で、もう一つの特徴は、中心がない。まあ、普通絵っていうのはなんかモチーフがあったりとか、何かこうメインに来るものがあって、まあ、そこから描き出して、まあ、それを引き立たせるために周りを描いていくっていうのが、まあ、通常の絵の描き方なんですけど、古典的なね。ポロックの絵にはこれがない。どこまでもこう広がっていく。中心がなく、どこまでも広がっていく絵画のことを、こう、オールオーバーって言ったんですね。まあ、だからシュールレアリスムの結構、オートマティズムっていうのを結構発展させて、独自の技法であったりとか、まあ、作品、独自な技法を使って作品を制作していくんですね、ポロックっていうの、うんうん、で、これがものすごく新しくて、まず評価されたということなんですね。うん、で、1952年、修練。で、この中心のない絵を描くために、このポロックは、カンバスをね、こう床に置いて、まあ、その周りをこうぐる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 回ったりしてね、もうこうどっちかというとこう結構身体的な感じでこう作品を制作するんですよ。で、これを見た批評家とかが、アクションペインティング。過程がすごい、出来上がってきたものよりも過程がすごいってなっちゃうんですよ。できたものよりもってことはないないけど、どっちかっていうと注目されたのは技法であったりとか、書いていく過程っていうところで、ポロックはずっと悩むんですね、この後。ああ、その出来上がりは評価されてないんじゃないか的な。いや、正しく見てくれてないんじゃないかと。ああ、なるほどね、うん、まあ確かになんかインタビューとかでも言ってるんだよね、うん、偶然性みたいな感じで言われちゃうから、いや、コントロールしてるよみたいな、投げたりとか垂らしたりとかしてるけどコントロールしてんだよみたいな。ポロックもなんかやっぱこう精神的なものであったりとか、まあ、当時のこうロシアとの冷戦についてとか、もっとこう社会的な意味、そこに生まれる感情であったりとか思想みたいなものを絵に込めてんだけど、まあ、そういうところは別に
なんか取り留めでこう取り扱ってもらえず、まあこの技法だったりとか手法、もうこう身体的なものっていう、だそういうとこばっかりフューチャーされちゃうから違うってこうなっちゃうわけですよ。なるほどね。まあでも抽象表現主義、まあことこのアクションペインティング、うん、まあ、こっちのグループはやっぱ、まあ、スタイルではなくプロセス、うん、っていうイメージはやっぱりあるよね。でポロック自身はそれはやっぱこの思想、自分の思想であったりとか思いっていうものをこう描いているためだけにこう使ってる技法なんだと、手法なんだと。まあでもそこはわかるけどね。わかるけど、まあ当時としては、まあそれがあまりにもこう斬新だったから、そっちばっかりにこう目がいっちゃったっていうだけの話だと思うんだけどね。で、まあポロックもあんまりそういうことばっかり言われるもんだから、この後嫌になっちゃうんですよ。もちろん来てもらいますけど、この1952年同じなんですけど、ナンバー14っていう。このブラックポーリングと呼ばれるこの一連の作品なんだけど、これ全く評価されなくて、これは黒のエラメル塗料、こう一色で描かれたのが特徴な絵なんだけど、だ全然評価されなかったね。一枚しか買われなかったんだよね。そう。友人に、しかも、知り合いに。うん、でも、俺好きだけどね。俺はいいと思うよ、これ。すごく。なんでこれ評価されなかったんだろうって、なんかその話聞いた時には思ったんだけど、まあ、そこはね、これってオールオーバーじゃなくなっちゃってんだよね。うん。うん。だからそういうところが、要するに、まあ、普通の絵画に戻っちゃったみたいな、そういう、まあ、要するに新しいことねえじゃん、みたいな。ポロックに求められてたのは、こう、さらに発展させて、こう、新しいものを生み出す、出していくっていうことだったんだけど、前衛的なね。そう、前衛的にね。そう、ね、して新しいものは出てこなかった。出てこなかった上に戻ったっていう、なんかこう、悪、最悪やん、みたいなことになって、全く評価されませんでした。ただまあ、ひよこ好きだって言ったように、の見方として別に好き嫌いとかって全然あってもいいし、これは単純にその美術の文脈に乗せた時に全く評価されなかっただけで、それが決して悪い絵か、いい作品か悪い作品かって言われると別に悪い作品ではないと思うんで、全然好きな、俺も好きなの、実際。ちょっとこう墨で書いてあるんですよ。そう。まあでもこれ、エナメルなんだよね。うん。まあ今文脈って言ったけど、まあただこの美術のこう、見方として見た時に、全然こうなんか、何みたいな感じになっちゃった。新しくないし、何な感じになっちゃったんだよね。でももうこの時ってさ、もうポロックもかなり有名な画家になってたのにもかかわらず、やっぱ売れないんだね。もうネームバリューだけで売れそうな感じするけどね、売れないんだね。売れないんですね、やっぱり。変なことしちゃうとダメなんですね。うん、怖い世界ですね。そうなんですよね。そうなんです。なかなか怖い世界だ。はい、まあちょっとここまで絵見てもらったんですけど、まあ、ポロックはね、苦しいんだよね。やっぱりその、なんだろう、抽象表現主義の作家って多少なりともあるんだけど、この評価されてる部分と自分が思ってることのズレっていうのはすごいあるんだけど、なんかポロックがめっちゃ出たなっていう感じがあるし、でポロックってボーンって売れちゃったじゃん。結構なんかその芸術家として強くなるなっていく前にこう売れてしまったから、まあ余計なんかその悩んでね、こうアルコールに逃げて行ってしまったんじゃないかなと思うんですけど。ああ、酒くずの原因がそこなんですか。うん、精神的、そう、ちょっと弱さみたいな。まあ、まだ未熟だった。まあ、人間、いつも未熟じゃない部分が、時があるんだって言われたら分かんないですけど。まあ。なんか繊細な人が多そうだからね、芸術家の人たちは。そんなところもあるけどね。ただこのアルコール依存症になったことによってね、ニュング派の医師に治療を受けたりとかしていたので、やっぱその影響結構出てるわけだよ、この、そこでこう学んだ心理学だったりとか、はいはいはい、あと神話とかね、うん、なんかそういうところに影響をね、受けてやったとかいうのもあるし、もともとなんかね、その、心智学とか、学んだりとかもしてたし、うん、精神的な部分っていうのはやっぱポロックも感じるよね、すごい。で、やっぱこのシュールレアリスム。泉さんも言ってたけど、そのオートマシズムとかに影響を受けたりとか、うん、ピカソのね、ゲルニカとかに影響を受けて、はいはい、やっぱそれで熱意みたいなのをキャンバスに叩きつけてみたいな、うんうん、なんかそういう熱い部分、それがもしかしたらあれかもしれないね、さっき言ってたみたいな、当時の情勢みたいなのを表そうとしたみたいな、そういうのを含めて、やっぱあの技法、うん、ちょっとね、うん、そこばっかりがフューチャーされて、うん、出来上がりの絵がこの評価されないみたいなことがあったんですか？評価されなかったわけじゃないんだけど、なんていうのか、そっちの方が
大きく取り上げられちゃったっていうだけの話で、あとね、やっぱね、こう見た目もかっこいいのよ、ポロックのやって。かっこいいよね。うん。だから、その雑誌のね、ファッション雑誌の中のこう、一コマに使われたりとか、はいはい、ね、モデルのバッグに使われたりとか、で、どっちかっていうと絵画っていうよりは、なんかすっげえ装飾的だよね。装飾じゃんってなっちゃって、いや、そんなこと言われたらもう、なんだとってなるじゃん。はいはいはい、画家としては。やっぱ絵画作品として描いてるのに、うん、壁紙みたいなこと言われちゃうと、ちょっと違えんだけどなってなっちゃうっていう話ですか。なんかアーティスト同士だったらこう殴り合いになるぐらいの話じゃん。おめえのはアートじゃねえんだよ、デザインなんだよお前のは。どうなんですか、ね、みたいな感じ。だ相当なんかこう、そう怒りみたいなものあったんじゃない、やっぱポロック自身。なるほどね、そういう感じだったんですかね。そういう感じだったと俺は思ったんだけどね。ただなんかその、うん、このブラックポーリングのところで、やっぱ迷ってしまったっていうのに関しては、やっぱ新しいことを求められすぎ、なんかそこはね、感じるよね。そのプレッシャーね。プレッシャー。それはあるかもしれない。ほら、ちょっとあれね、その10月は。だそうすると、逆に生み出せないみたいな。で、元に戻って、具象的なものを描き始めちゃったりとか、あの、彫刻。はいはいはい。彫刻家になろうかなみたいな。なんかそういう方向に行っちゃったのかなみたいなのはちょっと感じられる。でももしかしたらだけど、うん、交通事故でね、はい、若くして亡くなってしまいましたが、あそこでね、亡くなってなかったらその抽象表現主義をアップデートするような方向にもしかしたら進んだかもしれないなと思うと、うん、ちょっとな、もったいねえなって思っちゃうよね。もったいないよね。事故死だったからね、うん。なんかね、思うんだよね。もしも生きてたら、新しいものを生み出したんじゃないかな、この人はっていうような、なんか期待感がちょっとあるというか。そうね。もうどうしようもない期待感はあるよね。画家って結構若くして亡くなってしまう方って結構いるじゃん。うん、やっぱこう、すごいさ、濃密なさ、人生を送っちゃうからさ、うん。なんかやりきった感出てる人とかもいるじゃん、中には。まあね。全うしたな、みたいな。うん、もう本当に生み出すだけ生み出したから、うん、まあもしかしたら、こう。人生のさ、役目を終えたのかもしれないな、この人は、と思える人もいるけど、ポロックはなんかね、やってくれたんじゃねえかなってちょっと思っちゃうよね。まさに事故みたいな。こういう理由があってそう思いますとか、全然ないんだけど、うん、なんとなくね、うん、ちょっと思っちゃうなぁ、うん。ほら、後になってやっぱポロックに影響を受けたね、うん、作家たちもこう活躍してったりとか、うん、まあ、このポロックの表現の先にあったものっていうのをこう見せてくれたりしてるんでね。まあ、ぜひそっちの方もなんか、いずれ取り上げたいとは思うんですけど、はい、まあでもそういうとこから見てもやっぱその、まあ、ジャクソン・ポロックは多分結構偉大だったし、なんかその先が見せてくれたんじゃないかって思わせるとこでもあるのかなと思うけどね、その後に与えた影響力みたいな。そう、あと、その抽象表現主義っていう、まあアクションペインティングも、うん、もうカラーフィールド系の人たちもね、うん、はいはい、やっぱ俺はね、なんか散々言ってましたけど、やっぱこの、精神性みたいなのをドンと掲げて、うん、やっぱそこをこう思考のものにしようっていう動きを、うん、やっぱやっていった、もうほんとこの抽象表現主義っていうね、この運動ですか、うん、このムーブメント、ここにこう関わってた人たち、うん、この精神性みたいなのを掲げて、こう最上位に持っていこう、持っていこうみたいな、うん、したこの感じ、はい、この熱さみたいなのは、なるほど、俺は非常に好き。そう、唯一無二みたいな。はい、もう唯一無二、作った、うん、これしか、これがもう最高みたいな。常にこれは最高をこう、なんかこう作って掲げていくみたいな。うん、まあほら、それがね、あと後になるとさ、うん、ちょっとこう鼻につく感じになっちゃってさ、ああ。こうポップアート。ポップアートが出てきた。ポップアート。まあでもそれもほら、やっぱ美術史っていうかこう歴史の流れから見るとやっぱね、うん、これあって こそのカウンターだったわけだから、そうなんですよね。はい、シュルレアリスムとかから、続く内面みたいなのを打ち出した。そうですね。表現っていうのは、やっぱり俺ここ好きなんだよね。まあ、ここは面白いですね。歴史的に見ても面白いですよ。文脈的に見てもすごい面白い。アメリカにね、根付いてね。うん、はい。このアートシーンっていうのは。そう。すごい面白くて熱い時代だったんだなと、うん。やっぱ思いますよね。うん。そうだね。こう、古臭いね、こう、アメリカの伝統的絵画をぶち壊して新しいものを作るんだって。そういう気概でやっていきますからね、こう、抽象表現主義っていうのは。流行るか、今流行るか流行んないか分かんないけど、そういうね、熱いところっていうのは、すごい感じるし、面白いところだなと。まあ、僕も思いますよ、そこは。はい、今日はジャクソン・ポロックについてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。まあ、ジャクソン・ポロックね、
まあどっちかっていうとロスコの方が好きなんですけど、まあ改めてね、見ると毎回毎回結構違った見方ができたりと、まあそこもなんかこう抽象絵画の魅力的な部分なのかなと思いました。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信してます。まあよかったらチャンネル登録、まあグッドボタン、コメントなどいただけたら嬉しいです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。